皆さんこんにちは。現役時代に数々の世界記録、日本記録を打ち立て、阪神タイガースの監督を経て現在は野球解説者として活躍している金本知憲さん。今回は金本知憲さんの生い立ちやこれまでの経歴、近況について調べてみました。金本知憲さんは広島東洋カープと阪神タイガースを渡り歩きましたが、連続イニング出場数13,686 イニングと連続試合フルイニング出場数1,492試合で世界記録保持者であり、連続無閉殺打1,002打席と連続4番先発出場数880試合でも日本記録を保持している、まさに鉄人の名にふさわしい伝説を残した選手です。まずは金本知憲さんのプロフィールについて見ていきましょう。金本知憲さんは帰化前金智明、キム・ジホンという名前でした。日本国籍を所有しており、1968年4月3日生まれ、広島県広島市南区の出身です。身長180メートル、体重88キログラムで、現役当時右投げ左打ち、ポジションはレフトでした。金本知憲さんのファンは在日韓国人だということを知らない人も多かったようで、ネット上でささやかれる在日韓国人説を懐疑的に思う人がたくさんいました。むしろ帰化しているのだから韓国人だと勘違いする人がたくさんいたようです。金本知憲さんは両親が韓国人であることから在日韓国人3世であり、子供の頃にヒロナリ・バクソンから知憲に改名しています。ネット上では何世まで在日と呼ばれるのという疑問の声も上がっていますが、国籍が韓国である限りは在日であることは間違いありませんが、金本知憲さんは帰化しているのに在日扱いをされていることがおかしいと言われています。金本知憲さんは在日韓国人3世ということは祖父母の代で日本に渡ってきたことになりますが、中央日報は伝説的な記録を残した偉大なプレイヤーである金本知憲さんのルーツは韓国だと強調したかったため、韓国名を引用したのでしょう。2001年に前原由美さんという一般人女性と結婚したことをきっかけに帰化して日本国籍を取得しましたが、娘が一人いるものの金銭問題や女性問題などから離婚しています。金本知憲さんの両親は韓国人ということは分かっていますが、名前や写真などは公表されていないようです。金本知憲さんはその兄貴肌のキャラクターから兄貴の愛称で親しまれましたが、実は4人兄弟の末っ子でした。そのため金本知憲さんは兄貴と呼ばれることにとても違和感を感じていたと語っています。偉大な記録を残している金本知憲さんは決して天才少年ではありませんでした。金本知憲さんは広島市立青崎小学校の4年生の頃に野球を始めましたが、才能に恵まれた天才少年ではなく練習についていけない見しろ劣等生でした。金本知憲さんは初め大会優勝常連の広島中央リトルに入りましたが、あまりの練習の厳しさについていけず、さらに学校の体育の時間に手を骨折したことで練習に参加できなくなったことをきっかけに退部しています。当時の同年代のメンバーにとっては金本知憲さんの名前など記憶にも残っていなかったかもしれませんが、まさか日本野球界のみならず世界記録保持者になるほどのプレイヤーになるとは予想できなかったことでしょう。ちなみに金本知憲さんがわずか1年で退部した同クラブの一角年下には横浜 DeNA ベイスターズでエースとして活躍した野村弘樹さんがいました。金本知憲さんは早くも野球で挫折してしまいましたが、野球が大好きだったことから町内会の野球に参加したり、広島市立大衆中学校の軟式野球部でプレーしたりしていましたが、特に際立った成績を残したわけでもなく普通の野球少年でした。金本知憲さんは第一志望の広島高校に不合格で、野球強豪校の広陵高校に入学し硬式野球部に入部しましたが、レギュラーを獲得したのは2年生の頃でした。金本知憲さんの1学年上の先輩には福岡ダイエーホークス、現福岡ソフトバンクホークスで西武キラーとして活躍し、オールスター戦にも出場した本原正治さんがいました。しかし金本知憲さんは1985年の広島大会決勝に出場したものの準優勝止まりで、在学中に全国選手権、甲子園に出場することはありませんでした。その後金本知憲さんは法政大学野球部への入部を希望してセレクションを受ける予定でしたが、
当時の広陵高校野球部の監督が実際は8月だったものを12月だと予定を間違えて伝えたため、それを信じた金本智明さんは諦めざるを得ず一浪をして中央大学硬式野球部のセレクションを待ちました。しかし中央大学野球部の監督から事前に推薦が必要だと聞かされていたものの、再び広陵高校野球部の監督が推薦はいらないと嘘を言ってしまい、それを信じたためセレクションを受けることができず、金本智明さんは2度も騙されて目の前が真っ暗になったと述懐しています。それでも野球の道を諦めなかった金本智明さんは、知人の紹介で東北福祉大学に進学し、後に恩師と語る伊藤義弘監督の下で1年生の頃からレギュラーとして起用され、仙台六大学リーグ内で圧倒的な戦績を残し始めます。その後1991年のプロ野球ドラフト会議で4位指名ながら広島東洋カープに入団が決定しました。しかし2年間は後輩にも先を越されるほど下手で、モグラ殺しと揶揄されるほど外野守備で送球が地面にバウンドしてしまうことから、金本智明さんは首を覚悟していたと語っています。しかしコーチだった山本和義さんに出会ったことが転機となり、1994年から17本の本塁打を放つなど、金本智明さんは才能が開花し、伝説的なプレイヤーへの階段を上がっていきました。人一倍挫折を経験してきた精神力が金本智明さんを後先の努力の天才へと押し上げたのでしょう。金本智明さんは阪神タイガースの監督としては3年目に最下位になってしまい辞任しましたが、もしかしたら私生活の問題も影響していたのかもしれません。しかし現役時代の挫折を乗り越えて掴んだ成功はまさに鉄人の名前にふさわしいですね。金本智明さんは自身のポリシーからプライベートを話したがりません。一般女性と結婚して子供を授かりますが、表に出てこないのであまり知られていませんでした。まずは金本智明さんと結婚した奥さんについて見ていきましょう。広島東洋カープに在籍していた2001年7月に一般女性と結婚をしていますが、奥さんについては4歳年下の OL で名前が由美、ひろみか由美か不明ということしか判明していません。金本智明さんは広島の大スターなので奥さんになった由美さんも地元メディアに引っ張りだこかと思いきや、意外なことに映像や写真は公開されていませんでした。これは金本智明さんが奥さんを取材する際には撮らないように要請したことが大きいのですが、これは自分自身の仕事と家族、奥さんは分けるべきだとの考えからだったそうです。結婚した女性がアナウンサーや芸能人であれば人前へ出ることには慣れていますが、普通の生活をしていた人からすると多くの場合はストレスを感じるので賢明な判断と言えます。またスポーツ選手の場合は結婚してから成績が落ちると奥さんが悪いとバッシングされることもあるので、家族を公開したがらない選手が少なからずいるのは当然でしょう。ところが2012年9月発売の週刊文春で由美さんとの別居や離婚が報じられており、この件に関して金本智明さんが目立ったリアクションをしていないので事実と受け止められていました。離婚理由は明らかにされていませんが、有力なのは監督就任へ家族が反対していた説です。特に阪神タイガースの監督になると負けた場合はかなりバッシングをされてしまいますし、家族に対するヤジや誹謗中傷があったとしても不思議ではないほど難しい立場と言われています。奥さんからすると夫がファンから叩かれている姿を見るのは苦しいですし、引退してからは怪我をゆっくり治したり家族サービスをしたりしてほしいと思うのは当然でしょう。また一部で噂されていた浮気説については特に証拠はないのでガセネタの可能性が高いです。ちなみに離婚後もしばらくは同じマンションに住んでいたそうですが、これは大人たちの都合というよりも子供の気持ちを考えた末の選択だったと言われていました。2009年に憧れの高級住宅街として知られる芦屋市、兵庫県に約5億円と言われる豪邸を完成させていましたが、入居することなく売りに出すという謎の行動をとっていました。高額だったことからなかなか買い手がつかなかったものの、2010年に3億円で売れたそうです。当時は謎の行動で風水師に言われたとか金欠などと噂になっていましたが、後の報道で2009年頃から奥さんの由美さんと別居状態になっていたことが判明しています。つまり家庭の変化に合わせてマンションへ引っ越したという説が有力と言えるでしょう。愛称兄貴として愛された元野球選手の金本智明さん、
2012年に現役引退し、阪神タイガースの監督として活躍されていました。そんな金本智明さんですが、最近は見かけないという声もちらほら聞かれます。調べてみると近年、金本智明さんはプロ野球中継に解説者として出演しています。阪神タイガースの試合でテレビ解説を務めていました。解説は元監督らしさもあり、非常に好評だったのだそうです。また金本智明さんはテレビ番組に出演されています。 TBS 日曜日の朝の情報番組サンデーモーニングのスポーツコーナーに出演しました。阪神タイガース時代の後輩でもある広島東洋カープの新井貴浩新監督にエールを送っていました。そして金本智明さんはスポニチのコラム虎への金言を執筆しています。打者目線での阪神打線復活のためのアドバイスや投手の攻略法などが読めると評判です。現役時代の経験を生かし、現在も野球評論家として活躍しているようです。そして意外なところで金本智明さんはYouTube に出演しています。金本智明さんは硬派なところがあるので YouTube を好まないかと思われていましたが、ノリノリだったようです。阪神タイガースを応援するチャンネルトラバンに出演し、ゲストとぶっちゃけトークをして盛り上げたそうです。ゲストの糸井嘉男さんと青柳晃洋さんは阪神タイガースに入るきっかけとなった恩師を前にしどろもどろだったといいます。いかがだったでしょうか。今回は金本智明さんについて深掘りしてきました。世界記録、日本記録を打ち立て、日本球界に名を残した金本智明さん。無類の勝負強さと優れた選球眼が魅力のスラッガーでした。好球をじっくり待てる辛抱強さもあり、シーズン最多四球を通算6度記録しています。走攻守、三拍子揃ったプレーで、広島時代の2000年には打率 3.15、30本塁打、30盗塁でトリプルスリーを達成しました。阪神移籍後も中軸として活躍し、2度のリーグ優勝に貢献しています。骨折しても試合に出続けるなど不屈の精神力を誇った選手でした。現在も野球解説者、野球評論家としてメディアで活躍しており、様々なイベントを通して後進の育成にも取り組んでいます。2018年、野球殿堂入りを果たしています。今後も金本智明さんのパワフルな活躍に期待したいところです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。